はいどうもコミです。さて本日はこちらの関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思うんですけども、皆さんウェルプレイドリーグ見てますかね。毎週木曜の夜に生放送でやっているんですが、ウェルプレイドさん主催の大会で、これがね今もう僕の中でめちゃくちゃ熱くて、この前の温泉さん対白湯でメダルの城、パーフェクトで、初戦を勝利した2チーム同士の勝負だったんですけども、やばかったですよね。皆さんの、ね、事前予想、確か8対2でハグレだったのかな、勝つのが。なんだけども、それを覆して温泉さんが破壊率の差で勝つというね、もう本当もう攻めも守りもレベル高すぎるし、まあ、最近私もそのポンコスのボンクラ、ポンタさんがですね、いろんなその面白い縛りをこう準備してくれて、まあ、それに、悪戦苦闘しながら楽しんでるんですけども、まあ、その中でもね、やっぱり、そのルールをうまく使って、かっこいい全開取っていく、ね、YouTuber の人がいっぱいいるし、今レベル高い人たちのそのアタックって見てて刺激になりますよね。まあ、というところでですね、本日は、この関西クラクラクラブでやった野良対戦でですね、私たち負けたんですね。で、この負けてしまった戦から、負け戦からですね、ちょっとね、学べるところをちょっとないかということで、学んでいきたいというふうに思うんですけども、この相手ですね、まあ、意外にこれがすごくって、クラン対戦ログで見れるのかな、ですね、ちょっと見れねえか。これで、まあ、わかるかな。23連勝してるんですね、僕らにも勝って。いや、ものすごいね、連勝数を稼いでるクランで、で、どんな攻めをね、すんのかって、まあ、気になるじゃないですか。まあ、なんで、そこをちょっと本日は、中心にお届けしたいというふうに思います。で、こんだけ、まあ、全開をされたんですけども、11個かな？あ、16個か。なんで、すべての村の全開が同じ戦術だったんですね。たった1個の戦術なんですよ。で、それが何かとね、いうところが本日のテーマで、で、それをどういうふうに、このクランは使いこなしているのかというふうな観点から見ていきたいというふうに思います。タウンホール13が、2つかな。で、12が2個、攻めをね、見ていきたいというふうに思うんですけども、まあ、こんな具合ですよね。クイヒディガホグです。まあ、それかよっていう感じかもしれないですね。で、それです。それなんですね。それなんですけども、まあ、これのね、使いこなし方がめっちゃうまい。まあ、スーパーボールブレイカーが出たことによって、この戦術の、万能性っていうのが、これまでよりもワンランクっていうのかな、一つ上の次元にいったような気がするのは多分ね、私だけではないと思うんですけども、壁をね、こう無条件で、まあ、ほぼほぼ無条件で開けられることによって何がすごいかっていうと、相手の防衛軍のタウンホールを落とせちゃうんですね、クイヒーパートで。で、このね、タウンホールと、防衛軍っていうのが、まあ、ディガホグを回す上で、結構、まあ、厄介なわけですよね。ディガーもホグライダーも、ギガインフェルノの攻撃を受けると、まあ、あっという間に体力を削られて、しかもあれ、5つのね、ユニットに、毎秒300のダメージ与えるっていう、まあ、化け物的な破壊力なので、フリーズを使う、トームを使う、ないし、まあ、その辺をしないと、絶対生き残れないんですね。ヒールじゃ全然回復間に合わないと。いうことで。で、おまけにバックラダメージもあるんで、ホグとかが一気にね、こうやられちゃうとか、まあいうケースが多々あるんですけども、クイヒーパートでこれを処理するっていうのは、そのディガオで処理するよりも相当楽ですね。で、おまけに、このタウンホールから、クラン長から出てくる援軍に関しても、ドラゴンとかが入ってきちゃったり、あとまあアイスゴーレムなんかがいたりすると、ディガオも結構足止め食らって、あっという間に、全滅なんていうこともあり得るので、それをちゃんとクイヒーパートで処理すると。いうのはめちゃくちゃ重要ですよね。で、そのね、重要さというのをしっかりと、このクランは分かっていて確実にやってくるんですね。で、クイヒーもこれやられちゃいましたけども、このやられちゃった後のヒーラーがしっかりこうホグライダーだったディガーにこうスイッチできるっていうのも、このクイヒーディガホグと、まあ、優先術の、まあ、強みになると思うんですね。なので、なおさらですね、クイヒーが、序盤しっかりと防衛軍タウンホールこれ壊してくれさえすれば、あとは、勢いでね、一気に、ディガーホグライダーが、全部回収まで仕切ってくれちゃうというね、まあ、そういう期待を込めて、送り出せる、まあ、そんな戦術になっていると。こういうとこですね。まあ、何しろですね、コツはやっぱりその防衛軍とタウンホールをしっかりケアするということで、このクランは本当にもうそれをね徹底してるんですね。16個ある全開全部クイヒーディガフなのに、
しっかりと防炎群を落としながら、タウンホールはまあそうは言ってもね、ちょっと落とせてない部分もありました。まあそういう時には、結構余裕のない全開になっちゃうんですけども、それでもですね、しっかりまあ最後まで取り切るという、まあその食い火ディガフというまあ戦術の使い慣れだったりとか、あとはどういうとこから入っていけばね、その、ルートを作れるか等々、まあすごい研究されてるというか、まあ使い込んでるんだろうなというのが本当に伺えるような、クランだったなという印象です。もう本当にこれ万能ですよね。でもう一個はね、時間配分もうまかったんですね。こんだけやってて、時間切れで終わってるの確か1個ぐらいしかなかったんですよ。みんなね、残り10秒間ぐらい、時間が残るような、まあそんなに余裕はないんですけども、まあそれでもね、しっかりと取り切ってくるっていう、その時間配分もうまかったですね。で、これ、めちゃくちゃタウンホールが9時側に偏っていて、でおまけに防衛軍とか陸のクロスボウとかもうがっつりありますよね。投石機もアーチャークイーンもロイちゃんもキングもいると。でもですよね、でもここにこうやってアイスゴーレム等々を使いながらアーチャークイーン突っ込ましてくるんですよね。アイスゴーレムがこう固めてくれてる間に防衛軍とかもこう処理していってみたいな、まあ、そんなプランニングになっているというところがね、えぐさ抜群ですね。こんな風に偏ってても大丈夫なんだな、食い火理学できんだなと。結局そのレジを常にこう切らさないように使いながら、フリーズをガンガン使っていって、このオーバー火力になっちゃうところ、まあ、要はレジヒーラーで回復しきれない火力っていうのを補っていくっていうことなんですね。でそれでもうここを逆にこう食い火パートで突破されちゃうと、あとの施設で残ってるんで怖いのもイーグルと投石機ぐらいになっちゃうので、まあ、それをね、ディガホグと、あとまあヒーローだったり、投下兵舎を使いながら追っていくという感じですね。やっぱりこのクイーンのね、トームじゃないわ、クロークか。もう今のこのタウンホールとか、クロスボウ4本ある区画で、こう、ちゃんと今使いましたよね。ここに温存できるってのがやっぱすごいですね。ユタさんも前、なんだかな、ボンクラかなんかでおっしゃってましたけども、クロークをやっぱりね、序盤に使わされちゃうと、もう、どうにもこうにもレイジヒーラーとかで回復できなくなるような火力と当たった瞬間にもうそこで積みになってしまうケースがあるので、レイジヒーラーで回復できるところで、クロークのミス発動みたいな、なんて回復をちゃんとね、レイジかけ損ねちゃうとかフリーズかけ損ねちゃうとかで、ミスで発動させちゃうケースっていうのを減らしていくっていうのがすごく重要になってくるのかなと。まあ、それがやっぱね、このクイヒディガホグを使いこなしているこのクランでは徹底されている印象でしたね。まあ、言うはやすしなんですけどね、これも。いや、それはみんな気にしてますよと。だけどできないんですよっていうのが、まあ、僕も含めて本音だと思うんですけども。まあ、こんな形で、タンゴールと防炎群をしっかりと処理するという点に、ものすごい、なんていうのかな、執着して、レイジフリーズをふんだんに使っていっても、ディガフ軍が最後までこう回りきれちゃう。ロイヤルチャンピオンなんかも体力満タンほぼ状態ですよね。まあ、能力使ったっていうのもあるかもしれないですけど、しっかりディガーとホグライダーがこう残ってるというね、この最終局面を迎えても、こんだけ、ディガーホグライダー残せるっていうのは、まあまあ、そこに咲く呪文を食い火に裂いてしまったとしても、まあ、それがちゃんと機能してたっていう、まあ、証拠なのかなと思います。なんで、分かったのはですね、高火力帯でもこの食い火ディガフグって使えるんだなっていうことですね。まあ、当然別の選択肢を取ってもいいと思うんですよ。先日私別の動画ちょっと上げましたけども、ライドラを使う。で、火力の薄い今回で言えば、2時とか、4時面から、イエティを入れていくみたいなね、そういう方法でもいいと思うんですけど、まあ、思い切って初見で星2からの延長前回を狙うんであれば、クイヒーバートに呪文ガン積み、レイジとフリーズをガン積みして、で、そのまま、一気にディガホグパートにつなげていくような、攻め方っていうのもありなのかなっていう感じですよね。火力が偏ってるかといって、別に食い火を諦める必要もないのかなと、いうのがね、こう改めてわかるような、まあ、そんな、この方の攻めだったなっていう気がします。でも共通してるのもやっぱり防炎軍と、タウンホールを処理すると、いうところですよね。まあ、そこをやっぱしっかりと意識してやってるんだなっていうのが、まあ、今回のこの本当に攻めを見てて本当、まあ、何度も言いますけど思うところですね。で、あと壁開けのスキル。スーパーウォールブレイカーが出てきたので、冒頭言ったように、まあ、それが、クヒディガホグのこの万能性っていうのを少し高めてくれてる。それは間違いないと思うんですけど、それを使わなくてもこうね、ウォールブレイカー10体とかね、今回持ってきてるじゃないですか、こういう風に。今7体、まあ、3体使っちゃってここに壁開けてきましたけども、
こうやってしっかりとウォールブレーカーの使い方ですよね、それをあの分かっているからこそこの場所からでもタウンホールがこう狙えるんですよね。でギガインフェルノの攻撃っていうのが、あこれギガテスラかの攻撃が、ちょっとね角度がついちゃうとヒーラーにも入っちゃうんですけど、今回入ってないのはこれも明らかに壁を開けたからに他ならないですね。でそれを、できたらあとも勢いでレイジからのポイズンで防衛具も全部処理、おまけに多分これバーバリアンキングまでポイズン中に処理しちゃうのかな、まあ、っていう感じになるわけですね。あとはこうなってくるともう、ほぼほぼディガホグのルートも出来上がっちゃってるので、まあ、全ての攻めがそうなんですけどね、あのクイヒーパートをこなんていうのかな、中心に向かってこうを突っ込ましていくことによってこういう範囲っていうのをクイヒで削っちゃうんですね。でそういうすることによってディガーとホグライダーが、ある程度こう束になってね、通れるようなルートができると、まあ、いう形になります。まあ、あのこの束で通すことの意味っていうのはそこにヒールを打った際にこれから多分打つのかな、トームを使ってもまあこういうふうにトームが、全ユニットにかかるということ。でさらには、その後のヒールも多分これかけてくると思うんですけども、よりヒールがね多くのユニットにかかるという感じですね。これちょっとあれかな、中央に入ったこのディガーたちを何としても生き残らせてこのシングルインフェルノを追いたかったのかもしれないですけどね、まあ、そういうヒールの付け方でしたけども、まあ、広がってしまったからちょっとこれはかかり損ねがあるものの、基本的には束にした方が、呪文が多くのユニットに入るというのはまあ想像ができる話だから、いいかなというふうに思うんですけど、こういうところかなというふうに思います。いやー本当徹底しますよね。あの壁開けのスキルってやっぱりそのクイヒディガホグをやる人にはすごい重要なんだなっていうのが改めてこれ見るとわかる、気がします。で、それをちゃんとやった上で、クイヒパートを生き残らせるための、レイジを切らさないその集中力と、あとはフリーズを使うタイミングですよね。あの火力が、レイジヒーラーよりも高くなってしまうところをしっかりと、フリーズを補っていくその、タイミングの測り方ですよね。まあ、ここばかしはもうあのフレチャで、フレンドリーチャレンジとかでもう練習するのがいいのかなって思います。あんまり、まあ、対戦でそれ練習しようと思うとミスっちゃって後々ね、あのメンタルやられるってこともあるので、そういうところはねフレちゃんのまさにあの使いどころかなっていうふうに思いますね。でうちもですね、クイヒディガホグうまいプレイヤーがいますので、最後このヒヨさんの、ね、アタック一本見て終わりにしたいというふうに思うんですけども、あの本当キヨさんはですねクイヒディガホグしかやらないというあの以前はクイヒホグ専門だったんですけども、あの多分周りでディガホグを使い始めたんでディガホグっていうのを試してみたら、よりそっちの方がしっくりしたということなのかなと思います。めちゃくちゃですね、あのどんな配置でもクイヒディガホグをしております。で、この攻めの、一つ強いポイントっていうのはこういう島型配置ですね。まあ、よくもう島型ってみんなあの分かってらっしゃると思うんですけども、今これ白く囲ったところって、こう2つに分かれてますよね。で、ここにこう川が流れてるじゃないですか。これが島型配置ってやつですね。で、こういう配置に対しては、イエティとかがなかなか刺されにくいので、まあ、陸を使う場合には、クイヒディガホグを使うケースがよくあります。で、インフェルノと、あと、まあ、クロスボウかに限られながらもイーグル砲をしっかりこの突撃艦イエティで追ってくるっていうのはうまいですね。こうすることによってアーチャークイーン、本当はこの多分ですね島のこの川のところ溝に歩かしていきたかったと思うんですけども、上行っちゃいましたね。多分これ完全にルートミスっちゃったと思うんですが、まあ、それでも押し切れちゃうっていうのがこのクイヒディガホグのいいところですね。でやっぱり防衛軍の処理ができているので、その後ですよね、ディガホグパートで処理できないユニットはまあ理屈上ないわけですよ。相手のヒーロー、例えばババキン、ロイちゃんに関してもギガが処理してくれるし、ギガテスラもギガが一発こう叩いてくれさえすれば、あとは、ホグがそこに、向かっていって破壊してくれる、まあ、こんな感じですね。タウンホールには、トームプラスのレイジをかけることによって一瞬で破壊するってやつですね。あとは、もうヒーラーがこういううまいことですね、ディガーとホグライダーにこうスイッチしてくれたので、アーチャークイーンは外周の掃除役ですね。で、中心部に入ったディガーホグライダーがヒーラーに乗っかってずっと生き続けてくれてるという感じですね。まあ、こんな風に、ある程度ですね、やるべき仕事、最低限の仕事っていうのができていると、ヒーラーのスイッチ効果によってディガーホグがあの事故った後でも、とかしらリカバリーしてくれちゃうというね、まあ、そういうことができるのが、まあ、この戦術の一つの、安定性という意味でも強みだと思うので、
まあ、ぜひぜひですね、まだね、あのクイヒディアホグちょっと使ってないんだよなっていう方、あの試してみてほしい戦術の多分筆頭かなというふうに思います。個人的には私これでレジェンドもやってるんですけども、あの一番僕は使いやすいですね。あのクイヒっていうのを常にあの練習できるっていう意味でも、他のクイヒ関連の攻めに応用しやすい、そのクイヒの慣れっていうのが、失われないし、で今言ったように多少思った方向と違う方に、クイーンが歩いていっちゃった、まあ、逆走ってやつですね、しても、まあ、ディガホグパートで、ある程度の、なんていうんですかね、リカバリができる、まあ、っていう意味で、結構おすすめです。はい、というところでですね、あの私の最後おすすめの話になっちゃいましたけども、お伝えしたかったのは今回のこの相手クランですね、本当にもう徹底したクイヒディガホグクランでした。でそれにですね、我々の村もボコボコにやられたと。で、そのポイントっていうのは防衛軍とタウンホールをウォールブレーカーを駆使しながらきっちりとクイヒパートで処理していく、もうこれに尽きるんなっていう感じですね。はい、でそれがやっぱりできてくるとこのクイヒディガホグ本当に安定すると思うんで、ぜひぜひですね、今クイヒディガホグを使っている方はクイヒパートで今言った2つを、確実にやれるような練習をしてみるとか、あとはまだ使ってない方っていうのは、そこを意識しながらクイヒパートを展開しつつのディガホグをぜひね試してみてもらえたらいいかなというふうに思いますので、ご参考いただければ幸いです。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも皆さん遊びに来てもらえたら嬉しいです。お待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。